俺が見る鈴木だ。鈴木です。今日はね、注目のバンドがいるのでね。そうなんですよ。そのバンドを紹介していきましょう。はい、はい、オレンジスパイニークラブ。オレンジスパイニークラブ、金木星っていう。はいはいはい、見たでしょ。見ました。いや、僕はびっくりした。しました。いや、上野公園が映ってます。あれ遊園地だけど上野公園って名前、あの動物園と、まあ、公園が近くにあるんですね。じゃあ名前としては上野公園、まあ、上野公園とか上野レジャーランドみたいな。上野レジャーランド、まあ、総括してそんな感じで。あ、そこが撮影場所だったんですね。そうそう、行ったことある。場所はどこなの？あれは茨城県の日立市ですね。日立なの。それで、そうなんですよ。それで、あれと思ってちょっと調べたら、調べたところ、あ、これは童貞図さんだ。最近バンド名改名した。あ、そうみたいですね。もう EX 童貞図さん。まあ、そうそう、元、まあ、改名したので。童貞図は知ってた。童貞図さんは、まあ、あの存在知ってました。ちょっとライブは申し訳ないですけど、まあ、見たことない。ライブは見たことないです。 CD はちょっと、まあ、実は作って持ってたり。 CD 持ってます。 CD は持って、今日持ってます。あ、今日持ってきました。あ、今日持ってきました。この童貞図さん CD、 最近また売れに売れてるという。でこれ持ってたんでしょ。まあ、そうそうです。前から、はい、ずっと前から僕は知ってましたと。いや、そのずっと前からっていうか、いや売れる前から知ってたと。いや、そういうなんかそのよく売れる前から知って、なんか売れてなんか悲しいなとか、そういうのはなんじゃない。っていうか、知ったきっかけっていうの。最初漢字で童貞って漢字で、カタカナの童貞図の前に。そうで、やっぱりその自分もやっぱりそういう童貞っていうワードにやっぱりこう反応してしまいまして。当時童貞だったから。そう、あ、いや、自分それした時は童貞はもう卒業して2年ぐらい経ってたと思うんですけど。ちなみに何歳で童貞を？28歳って。ああ、やっぱりそういう感じだったんで、やっぱりこう童貞っていうワード、やっぱり気になって、2012、3年ぐらいかと思うんですけど、はい、常磐線の高萩駅のホームにいた時に楽器持ってた方々がいて、楽器にバックステージパスがあったんですよ。ミトソニックっていうライブハウスが。ミトソニックね。ミトにあるんですけど、そんでこう、で、なんていうバンドの人なのかなと思ってみたら、こう童貞図って書いてあって、あ、この人たち童貞図の人なんだと思ったんですけど、ちょっとこういきなりこんなところで話しかけるのも、なんか迷惑かなと思って、ちょっと私は、まあ、遠巻きから、まあ、見てたっていうか、まあ、あの人が童貞図の人なんだと思って、まあ、接触はしてないんですけど。接触はしてないですけど、その人はもうボーカルの鈴木さんだったのかな。ギターケースを背負ってたんですよね。なるほど。じゃあ、ちょっと顔には見られなかったんですけど。ギターボーカルの鈴木さんでしょうね。そう、北茨城出身で、童貞図さんもなんか北茨城の磯原あたりの人っぽい情報は、なんかこうツイッターとかなんかそういうの見てはいた。すごい近くに住んでる可能性が高い。まあ、そうですね。オレンジスパイニークラブさんは私のこと多分絶対知らないと思うんですけど、まあ、こっちは勝手に知ってたっていう感じで。オナニーマシンの犬間さんがやってる犬間万博、犬間万博にも多分童貞図さん出てた。出て、その時可能性が高い。出てたと思います。漢字でもカタカナの時から恥じちゃったんですけど。じゃあ、まあ、東京ミルクベビーズとも関わりがなくはないですね。新宿マーブルにもね、よく出てるということで、僕たちも出てましたし。もう10年ぐらい前。店長も鈴木さん。あ、店長も鈴木さんです。童貞図、オレンジスパイニークラブも鈴木さん。鈴木さん。あなたも？まあ、鈴木ですね。北茨城は鈴木が多いっていうのも、なんかちょっと聞いたことはあるんですけど。はい。まあ、親戚ではないと思います。まあ、いつか一緒にやれたらいいですね。いや、まあ、そうっすね。4月のワンマン誘ってみますか。ツーマンにしましょう。いやー、突然それはどうなる。 PV は概要欄に貼っておきますので、曲流すわけにいかないんで、曲歌って、はい、見ましょうか。はい、じゃあ、それでは童貞図さんの曲で、三千って曲があるんですけど、ちょっと歌ってみたいと思います。君のご飯うまいぞ、おかわり3000、余裕でした、どこにも話さないぞ、苦しいほど抱きしめた。テンテレセレティナイス。